宮崎実験船で使用されていた001の超電導電磁石、超電導現象を作り出すために上部に液体ヘリウムタンクが設置されている超電導電磁石とは超電導体を用いた電磁石のことである。超電導体は電気抵抗がなく発熱の問題もないので通常の電磁石よりも強力な磁力を発生させることができる。核実共鳴分光法。 各磁気共鳴画像法で、すでに実用化されており、最も超電導現象を一般的に用いているものである。今後は、磁気浮上式鉄道での実用が期待されている。超電導磁石と書かれることもあり、工学分野では、超電導電磁石とも書かれる。超電導体は、電気抵抗がゼロであるので、永久に電気が流れ続け、発熱の問題もなく強力な磁力を発生させる。 ことができる通常の金属を用いた電磁石で強い磁場を発生させるには大電流を流す必要があり、電気抵抗から来る金属の発熱という問題が出てくる。金属は温度が上がるに従って電気抵抗が上がる性質があるので発熱すると抵抗が上がり続けるために流せる電流には限界がある。超電動体は発熱しないという利点があるが、 磁場に弱いという欠点がある。臨界磁場を超える磁場を発生させると、超電導現象は消失してしまう。外部から同等の磁場をかけた場合にも、同じく超電導現象は消失する。そのため材質には、外部磁場に強い第二種超電導体が用いられる。超電導体は、低位温度よりも温度を下げるほどに臨界事情は高くなるので、 材質の転移温度よりもずっと低い温度で使用されている。冷却剤には 4.2K の液体ヘリウムが多く使用されている。何らかの原因により超伝導現象が消失した場合、急激に電気抵抗が発生してしまい、発熱により超伝導体が破損する恐れがあるため、普通、超伝導線補線を同母線内に埋め込んである。 この導線は安全性を高めるために必要であり、超伝導現象が壊れた時に、超伝導体の代わりに電気を流す役目がある。通常は、抵抗ゼロの超伝導体に電気は流れ、導線には電流が流れないが、電流変化があるとどうにも電流が流れ、逆に発熱の原因となる。液体ヘリウムが不要でクエンチの可能性の低い。 高温超電導バルク磁石を使用した機種で 4.7t の磁石が登場している。高温超電導体は潜在化が困難なため、超電導磁石としての実用化が進まなかったが、近年ではリバコによる潜在化が可能になり、用途の拡大が期待される。実用化されている超電導電磁石のほとんどは、ニオブチタンで構成されている。この材料の転移温度は 10K であり、 4.2K の状態で約 12T の臨界磁場を持つ。転移温度 18K のニオブスズでは、より高い臨界磁場を持つ電磁石を作ることができ、4.2K の状態で25から 30T という臨界事情まで耐えられる。しかし、ニオブスズの洗剤を作るのは難しく効果なために、一般的にはニオブチタンが用いられている。 NB3SN の臨界磁場よりもさらに高い磁場を発生させるには、銅酸化物高温超伝導体や二方化マグネシウムなどの高い転移温度を持つ超伝導体を使用する研究が行われている。ビスマス系超伝導体を潜在としたリニア用、超伝導電磁石は山梨実験船での走行試験に採用され、時速 553km を問題なく記録した。 ビスマス系超電導体の転移温度は約 110K であり、超電導コイルは約 20K で、冷凍機による直接冷却がなされ、液化ヘリウムや液体窒素といった冷媒がない。二方化マグネシウムは2000年に超電導になることが発見されており、超電導電磁石コイルの開発が JR 東海と独立行政法人物質、材料研究機構などの共同により行われている。 この新しいコイルも約20系で超電導状態の維持が可能であり、冷凍機による直接冷却が可能で、液化ヘリウムによる冷却の必要がない利点がある。イットリウム系超電導体の低移温度は約90系なので、ビスマス系超電導体よりも低く、実用化も遅れているが、強磁場発生には有利であると言われている。クエンチは、 超電導コイルの一部が超電導状態から抜けて、通常電動状態に切り替わった時に発生する。これは、臨界電流に到達したり、磁場の天候頻度が急激すぎて、渦電流の結果として生じる発熱のため、または微小な潜在の動きによる摩擦による、発熱などにより起こる。このため、超電導体の性能通りの磁石を製作するには、高度な巻線技術が必要である。 微小な部分で超伝導が破れると、その部分が急激なジュール加熱の原因となり、周辺温度を上げ、そのためさらなる超伝導の破れが生じ、急激に磁石全体が常伝導となる。これを放置すれば巨大な爆音を伴って、急激に極低温冷却液が沸騰する。局所的な発熱や大きな物理的な力を受けて部品が壊れることがあり、 磁石そのものも焦損することがある。超電導状態の消失あるいは、急激な常電動転移が、周りの液体を沸騰させる様子を捉えて、焼けた鋼を水や油につける、焼き入れになぞらえたのが、用語の語源である。クエンチ時の磁気エネルギーの取り出しは重要であり、クエンチ発生時の初期段階での微小な電圧変化を、捉えてコイル中の大電流を外部回路に導き、 外部で消費するよう工夫されている。2008年現在も、設計段階にある ITER では、トロイダルジバコイルだけでも100グッジョブものエネルギーが蓄積されるため、真空遮断器と交流リアクトル、コンデンサのすべてが大型で多数が必要となって、装置はかなり大掛かりなものとなる。なお本来は、イレギュラーなクエンチを逆に利用し、ある一定の条件が揃った瞬間に、 超電導磁石の機能を失わせて、システム全体として何らかの機能を果たそうという発想もある。コイルガンの一種として構想されるクエンチガンでは、超電導電磁石のコイルが弾丸通過時の発熱で超電導状態を崩壊させ、コイルガンの制御でネックとなる弾丸通過に合わせ電磁石を切らないと弾丸を加速する力と同じ力で弾丸が減速するという、 問題を回避しようとするものである。ただ、この方法ではイレギュラーである、クエンチを意図して引き起こすために、クエンチを起こす条件が均一であることも求められ、現時点で、そのような均一化されたものが得たいことから、実用化の目処は立っていない。中村講師、超電導バルクを用いた、NMR、MRI 応用、第12回高音超電導バルク材 夏の学校院岩手。スライドシェール。2016年3月2日閲覧。高温超電動バルク磁石を駆使して、世界初の MRI 画像を撮影。理科学研究所。2016年7月17日閲覧。 m g b 2 h t t p c o m p a n y j r c e n t r a l c o j p スラッシュ company スラッシュテクノロジーズスラッシュ mgb2.html.jr 同会プレスリリース2007年4月20日2007年度春季定音工学超伝導学会 mri テクノロジーピカムズヘリウム フリー核融合エネルギー入門ジョゼフ・バイス著白水社文国セジュアイ SBN4 から560から05875、XP93 投資場が見せた、1、原子力技術を医療へ ?What next?Gem Wind Turbines Use NRI, Tech 2 Generate もエネルギー。ありがとうございます。